は夏休みないよね。ないです、ね、あったらもうたまったもんじゃない、うん夏休みですね。そうですね、もう今日からね、あちこち。あ、でもまだ幼稚園生です。うちは、うん、保育園だから、預かりで、うん、大丈夫なんですけど、もう高校生はね、夏休みないから帰ってこないんじゃないですか。帰ってこないね、大丈夫よ助かりますけど。あ、ちびちゃんのおやつ、ありがとうございます。おやつ作ってるんだね。すごいですね、私おやつ作ったことない。でも私もあんまないよ。ええ作って食べないもん、あっちの子たちは。ああ、買ったのですか。なんだっけ、もうそれこそサーターアンダギーとかさ、あんなのが大好きだから食べない でも思うんですけど、うちも3時におやつ食べる習慣別になかったんですけど。ああ、私もないけど、私自身もないし、別に子供たちも保育園以外はね、うん、まあ、帰ってきてからなんかお腹すいたのお菓子はね、そうそう、ちょっとじゃあおにぎりポイってあげるかとかはやるけど、うん、やらとか言っちゃう。もう仕事したら無理ですよ、ね、うん、できないね、なかなか。そういうお母さんに憧れてたけど無理無理だった。わかる。ちょっと3時だったらホットケーキでも焼いて、で、出会ってあげようかってやったけど、実際食べんからね。あ、そうねみたいな。あ、あんた食べないんだねあっさりとやめました。バナナのパンパンうるさいの。バナナのパンってどうやって作るんですかね。バナナのパン、バナナのパン。あ、子供何歳なんですかね。ね、お子さん何歳ですかね。離乳食だったらなんかありますよね。バナナ混ぜてやるパンみたいな。わかんない。本当。なんか今ネットで簡単なんていうんですか、この簡単に作れる動画がすごい。あるね。うんうんうん。そういうので離乳食いっぱい。うん。今はいいね、ああいう動画がもう増えて。うちら本でしょっちゅう見てたよ。離乳食の5、6ヶ月、7か8ヶ月とか、本当に忠実にやってたね、長男の時は。これ最初の子供はみんな頑張るって言うけど、2人目からはもう、なんで食べたもの早売り食べれみたいになって2歳半。ああ、私の子供と一緒ですあ、ちっちゃくて可愛い。バナナ潰してホットケーキミックスを混ぜます。やってみよう。上等ですよ、バナナは栄養もあるから。うちも朝ごはんバナナ持たせて車に乗せてます。うん、バナナ腹持ちするから上等、うん、頭にも一気にあの糖分もあって、うん、って回りますから。朝ごはんあまり作ったことないかな買ってやらないと時間ないですか。うちおにぎりこんなでっかいの。もうおにぎり、あ、おにぎりはね、おにぎりで鮭入れればもう、そんな感じで、混ぜこぜ、あとふりかけ混ぜこぜ、うん、何もしたことない。ふりかけ混ぜこぜバナナ鉄板ですよね。そう、バナナいいですよ。マジでバナナ、うん、で汚れないですね、あんまり。そうだね、ほんとね、こぼれても拾いやすいし、ね、そうこうべちゃってやらなければ。みかんとかが一番なんかね、みかんは手も汚れるしね、飛ぶしね、うん、確かにな、バナナ鉄板、確かに。バナナちょっとね、みかんやばい、みかんやばいよあ、始まります、はい。はい、沖縄はもう連日お天気良い日が続いております。して今日からは、まあ、あちこちの学校でもう夏休みになりましたかね、うん、真っ青な青空もこのスタジオからよく見えます。ただですね、ちょっと雲行きが怪しいところもあります、うん、まあ、これはね、夏ならではのスコール、あっちゃこっちゃでスコールありますね、うんうん。まあ、ここスタジオのある宜野湾がね、晴れていても
放送終わって、まあ、那覇にとか帰りますとですね、なんかなぜか那覇だけ路面が濡れていたりとか大雨になっていたりとか、もうねやられたっていうこと数知れずあります、はい、この時期はあの洗濯物干すにしても、あの外出するっていうのが分かっていたら、あんまりなんかね外にはずっと干しっぱなしっていうのはちょっと勇気がいるものですね。うん、いきなりどこでこのスコールに合うか、まあ、想定できませんので、特にお布団干しなんてもってのほかでございます。留守中のこの時期のお布団干しは大変危険ですね、沖縄は、うん、あの知り合いでもね、お布団干して出てったら帰ってきたら全部ずぶ濡れになっていて、うん、お布団ダメになってたっていう お話もよく聞きますはい、さて連日暑いとですね、おやつ、お菓子っていうのもなかなかちょっとね選ぶの迷ったりもしますし、うんうん、ちょっとまたあまりにも暑いとですね、その食べる気ないなとかあるかもしれませんね。 ありますね。なんかねもう暑くてちょっと食欲がそんな進まないとかね、うんうん、お腹空かないとかっていうのもあると思います。でアイスクリームとかねかき氷ばっかりだと、まあ、体冷えちゃって、本当にまた冷えすぎて今度は夏バテっていうちょっと悪循環になりやすいのでですね、ちょっと冷たいものは食べ過ぎ禁物でございますね。で、まあ、そこでちょっとやっぱりおやつ何がいいかなってちょっといろいろパーって思った時に、ちょっと今回は和菓子はい、でもいいかなと思いました。和菓子ってやっぱり涼しい感じしますよね。そうですね、また夏ならではの和菓子っていうのもやっぱりいろいろあるんですけれども、はい、一番お手軽なおやつとしては、羊羹。羊羹、うん、結構いいと思います。ご紹介したいと思います、はい、まあ、一般的に羊羹っていうのは小豆を主体としたあんと、うんうん、その羊羹舟って呼ばれる、まあ、流し込みの、ね、型で寒天で固めた和菓子のことを羊羹と言いますね、はいはい、和菓子量が和菓子量じゃないごめんなさいね、寒天量、寒天の量が多くってしっかりした硬さの練り羊羹っていうのと、寒天の量が少なくって柔らかい水羊羹、うん、はいはいはい、ですね。また水まんじゅうとかね。そう、今水まんじゅうがねなんかいろんなところで見るようになったんですけど、ね、見るようになりましたね。今またおしゃれなんですよね。あ、とってもなんか金魚が入ってたり、そうそうそう、あれ金魚感とか言うんですけどね。へえ、まあ、わかります、このカラーの水まんじゅうがあるの、ありますね。綺麗なんですよね。そう、やっぱりあれは夏ならではの涼しげな演出になりますね、うんうん、そう、やっぱりああいう羊羹とかっていうのが、まあ、スルスルっとまだ入るかなって思ったりもします、うん、夏場はね焼き菓子あんまり進まないかもね。クーラーの部屋にいればいいんですけど、そう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 、ね、そのクーラーがあって涼しい中でね、ちょっとその紅茶かコーヒーと一緒にパクって食べるっていうぐらいだったらいいけど、うん、なんか進んで毎回その焼き菓子っていうのはちょっと進みづらいかなって思ったんですけれどもね、はいはい、うん、で羊羹の中でもですね、また今まで言ったその寒天だけではなくって、小麦粉とかくず粉っていうのを加えて蒸し固める作り方っていうのもあって、なんか蒸し羊羹って呼ばれる羊羹もあります。最近からですか、うん、これもずっと昔からあるんですか。昔からあります、蒸し羊羹。蒸し羊羹、そうそう、あんまり沖縄でもないかな、あんまり売ってるの見たことないかもしれないです、ね、これ食べやすいんですか。モサモサしてる羊羹なのにでもね羊羹のちゃんとそのネチッとしたのもちゃんとあるので、あ、不思議な感じですね。不思議ではありますよ。これどこに、沖縄だとどこに売ってるんでしょう。どこにあるかな、スーパーにはまずないね、うん、どこかな、和菓子屋さん、首里のところにあるのあるかな。あ、ところてん、ところてんもいいおやつですね。黒蜜かけて食べる、美味しいよ、ところてんも。ところてん、うん、なんか京都では、うん、このジュリーさん、うん、おやつみたいなんですけど、ね、沖縄では
ところてんはあんまり、あんまりない ね知れ渡ってないですね。知れ渡ってないね。確かにあのスーパーでもところてん売ってるんですけど、はい、多分この京都のように黒蜜でかけてっていう、またそういう食べ方っていうのはあんまり知らないかもしれませんね。うん、ですね。ところてん、なんかなんだろう、酢醤油かけて食べるっていう、うんうん、おやつではないけどちょっと小腹が空いたなっていう時でもなんかいけてますよね、ところてんね、はい、そうなんです。で、この羊羹なんですけれどもね、もともとの発祥っていうのはやっぱり中国らしいですね。なんか中国の料理から由来しているんだそうで、はい、羊羹って漢字で字のごとく、うん、なんか羊の厚物って書かれてて、うんうん、いわゆるですね、羊の肉を煮たスープから来ているんだそうですね。このスープが冷めたらですね、このゼラ肉のゼラチンが固まって自然に煮こごり状態になる。脂身が多いとちょっとなんかあるじゃない、沖縄でもさ、ソーキとかああいう、はいはいはい、手びちとか煮た後にちょっと冷まして置いてたらドロッと、あ、はいはいはい、あれ煮こごり、あんな感じのものから来ているんだそうですね。この料理が、まあ、ちょっとまあ変わったのかな、日本に伝わったのが鎌倉時代から室町時代なんだそうで、禅僧によって伝えられたということですね。まあ、はい、お坊さんっていうんですかね、うんうん、でただこの禅宗っていうものにおいて戒律がありまして、肉食っていうのはやっぱり禁じられているので、やっぱり精進料理が主なのでですね、はい、でそういう肉が、まあ、禁じられているから精進料理としてその羊の肉の代わりに小豆を用いたものが日本の羊羹の原型になったと言われているんだそうですよ。うんうん、なんか面白いですね。そうなんです。で、まあ、初期の頃は、その小豆とか小麦、小豆を小麦粉とかくず粉を混ぜて作る、まあ、蒸し羊羹っていうね、さっきから言ってるものなんですけど、これがまあ主流だったんだそうです、はい。うん、でいろいろまあ形を変えてを変えて、でだんだんその琉球王国だったり奄美群島の方で黒砂糖、サトウキビですね、はい、それがまあ栽培されて生産されて、うんうん、まあ、それをもとにお砂糖ができるようになったっていうところから、うん、またその黒砂糖を用いて作られるようになったっていうところから、またこの羊羹っていうのが主流になっていったんだそうです。うん、なかなか面白い発展途上っていうのがあるんですね、うん、と思って調べてみましたよ、うんうん、そうで、あとですね、まあ、水羊羹はもともとはおせち料理、はい、おせち料理、そうそう、なんか沖縄はねおせち料理あんまりないんですけど、オードブルですからね、オードブルです ね、うん、でまたなんだっけ、沖縄ならではのなんだね、この料理というか、かまぼこだったり、うんうん、お肉だったり昆布巻きだったりね、縦に詰める、縦に詰めるあれですね、うち京都の出身のスタッフさんがいるんですけど、はいはい、もう意味がわからんって言ってましたこう何ですか、もう全部縦にこう、全部縦に、あれ長さも決まってんだよ ねキツキツに並べるじゃないですかあれ意味がわかんないですよね。ねえ、本当でしょうね、けどねこう、なんていうんですかね、バランスみたいなのがあるじゃないですか、うん、このそうそうそう沖縄以外のところは、ね、沖縄は全くないですからね、本当に詰めよう詰めようって、ね、でもなんかね、仏壇行事のものに出てから、はいはい、料理もやっぱり、ね、意味があるんだって、で長さもねあるらしいよ、わかんないけどね、私もあんまり作ったことないんですいませんって感じなんですけどねそうそうそう、はい、おせち料理でその水羊羹っていうのは、うん、本当にその料理菓子としてですね、はい、本当は冬の時期に作られることが多かったらしいです、うんうんうん、でまあ、現代はですね、冷蔵庫の普及もありまして通年作ることができるようになったために、うん、夏の和菓子の一つになって夏にねお目見えするようになったのが多くなってきております、うんうん、まあ、もちろん今でも東日本の一部地域ではおせち料理としての風習に水羊羹あるんだそうですよ。
お品数も大事、うんうん、なんだろうなこのおせち料理じゃない、あ、多分あれじゃないですか、仏壇の料理、仏壇ね、もうねそうそう、福井県はね、やっぱ今でもあれなんだって、冬の時期に水羊羹なんだって、福井のお友達が言ってた。だからあんまり夏っていうイメージはないって言ってましたね、福井の方。そうなんだ、うん、面白いですよね、地域が変わるとね、イメージっていうのも全然違ってくるんですね、うんうん、そうそうそう、そうで、まあ水羊羹のカテゴリーっていうものの中にはですね、はい、まあ、さっきそのカラフルになったっていう意味もありまして、まあ、金玉羹、うん、はい、あの寒天を溶かして、まあ、うん、固めて作ったお菓子、その中にちょっと金魚をかたどったものをちょっと入れてみて、あの色を鮮やかにして、はいはいはい、ね、金魚が泳いでるような感じとか、うん、あとね、ちょっとお花の形だったりとか、そういうのを固めたりとかね、うん、色とりどりにしたりっていうようなのが金魚館っていうの、まあ、夏の和菓子の代表的なものの中にも登場してきますし、うん、あとですね、淡雪館っていう、淡雪館、そう、あのこれはメレンゲ、卵白を泡立てたメレンゲを、はい、またこれ寒天で固めた白いお菓子です。これも一応羊羹のカテゴリーに入るんですか、うん、入りますね、淡雪羹ですね、そう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 、まあ、水羊羹はですね、水羊羹に限らず羊羹ですね、形を変えて、まあ、夏の涼しげな和菓子の一つになっているのではないかなと思います。はい、うん、まあ、沖縄はそのなかなか和菓子とつながるその生活習慣っていうのがあまりそのないというかですね、本土とはちょっとまた全然生活習慣が違いますのでですね、ちょっとその身近に感じないこともあるんですけれども、うん、まあ水羊羹も最近はそのまあ水まんじゅうもね、でもコンビニとかでやっぱり買うのって夏は羊羹が多くなりますよね、うんうん、今あるかもしれない、一口サイズの羊羹が、うんうん、ありますね、私よく買うんですけど、うん、大好きです私も、ね、あれ手軽に食べられるから、うん、そうなんですよ、馴染みは結構ね、そうそう、なんか味がね、うん、あのなんていうのかな、その味わいというか小豆だし、また腹持ちもするので、うん、しますね、そうだからやっぱり手軽に食べれるようにもなりましたしね、うん、はい、夏らしい和菓子の一つに水羊羹、まあ、手軽に本当に買えますし、はい、また作れますので、手軽に、作れるんですか、作れます、大丈夫大丈夫ですかそうそう、ぜひぜひおやつにいかがでしょうか、はい、ね、あ、日本の和菓子の和菓子は本当は芸術品、本当そう思います、手が込んでますし、細かい、ね、細工というか、あれはやっぱり日本ならではですね、そうですよね、海外で絶対見ないですもんね、見ないですね、やっぱりあれは日本人ならではの繊細さというか、うん、手先の器用さっていうのがやっぱり、ちゃんと表されているお菓子なんじゃないかなと思います、うん、京都は和菓子だらけです、でもある意味羨ましいですよ、はい、沖縄はね本当に和菓子屋さん探すの大変ですよね、そうですね、和菓子屋さん私が知ってる限りはその首里の方で1軒2軒っていう感じですね、あとは、まあ、パレットの近く、そうなんですね、蜜どころみたいなところでだと、まあ、なんとなくお見かけするかなっていう感じですけれども、ね、大きいだからのスープ、ね、なんかこの、うん、なんていうんですか、ショッピングモールみたいなところにしかないイメージが、ね、うん、そうですね、ありますね、でまたねそういう繊細な和菓子ってあんまりない、うん、ほぼなんだろう、おまんじゅうとか団子、うん、なんかみたらし団子とかね、ああいうのが結構多いかなって思いますね、はい、すみません、ここでメールが来ているんですけど、はい、ゆゆゆさんから、はい、こんにちは、お菓子の話、はい、いいですね、はい、福井の、うん、なんだろう、江川の、うん、読めない、水水羊、なんだろうこれ、なんだろう、なになに、ちょっといい、水なんだろう、水羊羹、水羊羹、水羊羹水羊羹読めなかった、はい、すいません、福井の水羊羹マジで美味しいです、うん、あ、冬が待ち遠しいです、あ、やっぱりそうなんだね、うん、福井は本当冬のね風物詩だと思いますよ、うん、うん、夏出てこないのかな、福井は、わからないんですけどね、そう、水羊羹いいです、そしてジュリーさん、うん、沖縄のぜんざいがかき氷って知ってびっくりしました、はい、そうなんです、かき氷って言わない、あんまりぜんざいって言います、
ね、うん、あ、っていうかあのぜんざいってあの夏旗かかってるじゃないですか。そうですね。したらもうかき氷の上に乗ってるぜんざい。そうなんです。で冬は普通にぜんざい、あったかいぜんざいが出てきますよね。ぜんざいって全部言います、うん、あのおしることかあんな言いません。そう、もうなんかね、季節でなんかもう分かるでしょっていう感じがありますよね。本当ね、おばあたちがね、本当に。だから私は帰って逆のパターンで、その向こう本土とかに行った時にお豆とかも違うから、うん、そのおしあのね、ぜんざいっていうかその汁粉の中に入ってるお豆の大きさも違うから、うん、やっぱりそれもびっくりしました。で、ちょっと大きいですよね。そう、大きい、うん、沖縄はすごい金時豆みたいなでっかいから。うん、ね、そう。はい、ビーフカナル。ああ、日本の和菓子はコピーできない、うん、コピーできないと思うよあれ。うん、あれは真似できないかもしれないね。ね。コピーされたらまだ余計困りますけれども、うん、やらないでって、ね、和菓子イコール日本感がなくなりますよね。本当ですね。やっぱりもう和菓子は日本の大事なお菓子になります、うん、大事にしていきましょう。はい、それでは、はい、それではここで1曲ですね、グレイで生きてる強さ。グレーってこんな感じの歌も歌うんですか？昔、とっても昔。なんか、ふわーっとイメージしかないですけど。うん、お、とっても初期ぐらいかな、この曲は。この時期はよく聴いてたよ。うん、聴くだけ聴いてたので、うん。全然イメージがない。こんにちは。こんにちは。面白い。ただ今年かき氷食べてないな。食べました。本当、海に海に食べに行きたい。だけどでもこれといって美味しいみたいな場所はないですよね。みんな程よい感じ。そうだね、甘さが足りないところが多いです。確かに。あと量も少なくなってたりとかもね、うん、今まででっかかったのなんでこの氷の量みたいな。でもこのかき氷と氷のバランス大事じゃないですか。かき氷多いところちょっとイラってくるんですよ。合わないもん、最後氷食べてるだけじゃん。わかる。食べたいな。でも夏休み大変ですね。うん、子供たちがお家にいると親は大変だと思うよ。絶対いや。高校生が大変ですよ。心配が増えるんじゃないですか。そうでもないな。なんかもう自分たちでもう勝手にいろいろ、うん、特にまあ部活忙しいから、ほぼ一日中学校にいる。何の部活ですか？ダンスやってる。あ、モテますね。ダンスクラブ、ダンス、ヒップホップですか？そう。モテます。いっぱいそれは。なんかふーんみたいな、もう私からしたらなんか違和感ありありって感じ。でも見に行かないんですか？見に行くよ、行く。なんかうちの子は結構部員の中であの身長がちょっと大きくって、あ、そう、うん、だ
横から上が出てるからさ、なんか目立つ、ちょっとある意味目立つ、あ、いたいたみたいな感じ。いいな、いろいろやってるんですか。そう、明日予選が全国かけた。あ、もうラジオやってる場合じゃないですか。いやいや、どうだ、いいよどうします、将来俺ダンサーになるから儲かる仕事がいいなっていうかもダンサーは難しいな量は一緒だけど値段、あ、上がってるよね、全然上がってるところもある。何の高糖ですか、砂糖、豆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 、氷はそうでもないんだけど豆だと思う。氷は最悪水から作ればいいです、うん、そう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 、うん、ね、上がってるところ多くなってきたね。10秒前です。終了しますね。ちょっとどうしたらいい、あ、やります、私が。じゃあ始まります、はい、はい、では、次はジャムのお話をしてみたいなと思います。もう夏がねすごく暑くなりましたし、真っ盛りということでですね、フルーツも夏仕様に模様替えを したいなと考えています。まあ、今ちょうど仕込み中でもありますけれどもね、まあ、ジャムもそう、ジャムはそうでもないかな、暑くて食べられない、先ほども言ってるんですけれども、やっぱりね、あの食欲が減退するっていう時期でもありますけれどもね、あの果物はあのやっぱり少しずつでも食べていただきたいなと思います、うんうん、やっぱり、体の熱がこもって、あのすごくもう体あちこうこうっていうのかな、そういう時にねフルーツってすごく助けになりますのでね、はい、少しずつでもあのちょっと口に含むだけでも、一口だけでもっていう感じでね、フルーツは食べていただきたいものになりますね。で、夏が旬っていうのの果物っていうのはやっぱり意味があります。夏のフルーツなので、夏バテに負けない体力づくりをちゃんとあの支えてくれるのも旬と言われる果物になりますので、ぜひ意識して取っていただきたいなと思います。はい、うん、で今日はスモモ、スモモ、うん、プラムとかソルダムとか、うん、まあ、形似てますけれども、はい、うん、スモモ、これも夏の果物になりますよ。うん、スモモ、うん、あんまり食べないですね。あ、本当、私大好きだわけ。なんかスーパーに売ってますかね。売ってる売ってる、あのパックに、パックで何個かパックでね、ラップされて売ってますけど、はいはいはい、私あれ大好きで、あのかぶりついてよく食べるただ歯の間にかかるんだけどね、繊維が多いでしょ、ってなるんですけどね、はい、そう、丸ごとかぶりついて美味しいですよね。あ、スモモ大好きですか、ありがとうございます私も大好きですでね、スモモは和名です、あの日本の名前で、プラムっていうのは英語読み、はい、プルーンと言ったりもしますね、プラム。おー、うん、で、プルーンはまた西洋スモモって呼ばれるもので、スモモの一種になりまして、うんうん、あの楕円形で、あの皮の色が赤紫、青紫のちょっと色をしている、はいはい、あのちょっとね変わった感じなんですけれども、あれプルーンってあの大きいやつですよね。そう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 、少し形大きめかもしれないね。スモモはちょっと赤みがかって丸っこい感じですね。あー、うん、あのプルーンはなんかあのちょっと乾燥したようなねちゅってしたのもあるんですけど、フレッシュのものはちょっと丸っこ、ジュースに、そう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 、あの妊婦さんが飲んだらいいっていうのがプルーンですね。そうです、鉄分豊富なので、プルーンとかスモもいいですよ。はい、はあ、旬が終わるかな、うん、そうかな、え、終わるかな、終わるかもしれないね。そろそろですか。うん、確かに少し消えかかってきたかな。え、この、うん、え、一緒ではないんですよね、スモモとプルーンは仲間。仲間、ああ、うん、仲間です、
そうなんですよ。スモモ食べやすいですけどね、スモモは。スモモプルーンはなんかあんまり、そうですね、あのフレッシュ の, あのプルーン、プラムってあんまり見かけないかな、うん、見かけるか、見かけますか、見かけない、見かけないよね、赤紫色のあんまりね、うん、ないんですけどね、ないですね、そうそう、そうだ、多分あの日本ではなんかああいうドライっぽい感じでね、うん、なってるプルーンっていう感じで給食にねよく出ますけど、はい、うん、食べていくと、そうそう、種の周り酸っぱくなりますよね、はい、私もようあれをチューチューして食べます、うん、あの皮の周りがうまいんだ、あの酸っぱさがたまらん、そうなんですよ。そうで、スモモは皮の部分にですね、うん、酸味があってポリフェノールもたくさん含まれています、はい、うんうん、で薬膳からしてですね、あのスモモっていうのは体内のですね、水分調整を助ける働きがあるとされております、はい、うん、あの暖かくもなく冷たくするものでもなく、暑い時期の今、暑い今の時期はですね、体を冷えすぎさせないというか、ちょうど良い体温バランスを保ってくれている果物になります、うんうんうん、ただやはりこの夏になるとね、はい、とてもそのどんなにお水を飲んでも汗とかかいていって、どうしても体の中の水分バランスが本当になんていうのかな、良くないというか、水分がどんどん足りなくなってきます、はい、その水分が足りないとですね、ちょっと排尿っていうのがね、うんうん、少なくなってきて脱水症状を引き起こしたりもしますので、スモモはその体の渇きを補ってくれます、うんうん、喉の渇きなども十分に改善してくれる果物になりますよ。はい、で、先ほどちらっとお話も出ましたが、はい、やはり鉄分が豊富ということで、うん、貧血防止の役割もありますので、特に妊婦さんにはおすすめしたい、うん、果物になります。うん、であとですね、うん、ちょうど今の時期に本当にありがちですけど、体のほてり、もうポポポポね、もう熱が全然発散しきれなくて体に溜まりがちの熱、そしてまたむくみなどの改善。いやだ、むくみにも効くんですか。はい、いいですね。プラムはプラムというかスモモはいいですよ、効果があります。それがスモモです。でそのまま食べるのが苦手な方にはですね、はい、スモモのシロップとか。スモモのシロップってあるんですか。ありますありますよ。どこに作れる作れる作れるシロップ大丈夫。どうやって作るんですか、スモモのシロップ。教えよう、後で。後でじゃあお願いします。、うん、でそういうシロップとかジャムとかね、うん、ジュースになってちょっと加工されているものを、はいはい、取ることをおすすめしますね。はい、スモモのシロップいいですよ。ちょうどもう本当今の時期は炭酸割りにしていただいても鉄分取れますのでね、はい、とてもいいと思います。でそういう、加工されたスモモをですね、炭酸割りだったりお水とかお湯割りとかにしたり、うん、あとはソースとしてヨーグルトだったりとか、あとスコーンとかパンケーキなんかのお供とかにしていただいても、うんうん、などなど楽しめますね。そうそう、あと言い忘れましたけれども、スモモは肝機能にとても効果があるものだと言われています。ほうほうほう。薬膳の言い方でその肝臓を含めたこの肝機能のことを肝って言ったりするんですけど、はい、うんうん、肝のバランスが崩れますとですね、肝臓のバランスも崩れてイライラしたり憂鬱気味だったりっていうこともあります。はい、でまた血液の巡りもものすごく悪くなって悪循環ですね。うんうん、そのスモモがその肝のバランスを整えるという作用があるのでとても良いと思いますよ。あ、いいですね。あ、このスモモのジャム、うん、シノアンデはやってるんですか。はい、やります。今から今からですね、去年もねスモモのジャムいっぱい作って、うんうん、すごい好評でしたよ。私いつも思うんですけど、うん、シノアンって誰もやってないジャムやりますよね。あ、そうですかね。だってスモモのジャムは多分たことない。ああ、そうなのかな。できそうなものは全部やる。スイカ以外ね。いいですね。スイカ以外、スイカ以外スイカ以外は全部チャレンジチャレンジします。スイカはまずかったから、スイカはそのまんまが美味しいです。はい、そう、桃は美味しいけど冷やすと糖度が下がりますよね。
下がるのかな、私はあまりちょっとよくわからないな、はい、そしてまたトロンボンさん、うん、沖縄はねもう終わる頃この時期が、あ、離乳とか、うん、内地からの太陽プラムは、太陽プラム今からかな、太陽プラムって何ですか、 あります、あのこれもスモモの名前で、うん、品種の名前かな、太陽プラムってね、はい、そうですかね、そっか、じゃあちょっと調べてみましょうというか、はい、早速お店に行ってプラムプラム調べてみましょうかね、はい、ここでメールが来ております、はい、篠さんこんにちは、はい、この番組には初めてメールをします、はい、おっさんランドリーです、ありがとうございます、さっきから美味しそうな話をしていたので思わずメールしました、はい、僕実は和菓子より洋菓子派なんだけど、はい、くず餅が大好きです、くず餅美味しいですよね、うん、はい、くず餅数年前に本土に行ったんですけど、はい、どこか忘れたんですけど、はい、お土産で食べた時、うん、まゆーって叫んでしまいました、まゆー篠さんのお店は首里なんですね、はい、今度遊びに行きますね、はい、ぜひぜひ、では最後までちばりよう、ありがとうございます、ありがとうございます、そうくず餅も美味しいよ、くず餅、うん、くず餅も売ってる売ってる、くず餅ってあのきな粉がパランってかかられてる、あの何でしたあれ、ん、黒蜜、黒蜜とかもかかってるような感じののも売ってます、くずも今の時期結構出るかな、でも沖縄はねなんかちょっと季節感が違うかもしれないねわかんないけどですね、そうぜひあのちょっと話戻しますけど、スモモ、はい、ぜひあの今の時期いっぱい食べていただきたいなと思います、はい、はい、ここでまたもう一曲ですね、サザンの曲でピースとハイライト、はい、お聴きください、ちょうどいいぐらい、いいぐらいですかね、あと15分ぐらい、果物のシロップってこの蜜を作ってさ、あのいわゆる、まあ、グラニュー糖とお水同量でこの溶かし煮溶かしたものにフルーツを全部入れて一緒に煮て、ある程度エキスが出てきたら絞るわけ、ギューって圧縮させて、その残ったのがシロップになるから、それだけ、おー、美味しい、それ布みたいなやつ絞るんですか、布で絞った方が一番いいかも、カスカスになるのでギューって絞って液体だけやってもそれでできる、あとは何だっけ、それがめんどくさかったら何だ、氷砂糖とスモモ入れてあの 梅酒作るみたいな感じでやって1週間ぐらいで多分あれもできる、へえ、うん、お酒もお酒につけたらお酒にもできる、できます、できます、そうか、スモモやってる人いますね、たまに。スモモシューっていうのがある。あ、うん、同じ要領で。大丈夫ですよ。メモメモ。向かいの青いコンビニでもくず餅売ってるはずよ。あ、ローソンで。ローソン売ってる。売ってるんだ。あ、そうか。売ってます。あまり見てないかも、もう自分の好きなスイーツしか見てないんだよねお菓子コーナー、あの、うん、あの冷蔵庫、冷蔵庫あっちにありますね、あるある、うんうん、青いコンビニ、コンビニで買います、ちなみに買うのもある、うんうん、あるある、プリンとかも買うし、エクレアも買うし、うん、コンビニで、でも自分で作ってたら買わなくていいんじゃないですか、違う、お手軽なスイーツは買います買う買うそうでございます、面白い、いや天気いいですね、天気いいですね、この辺の雲が怪しいぐらいか、いや本当だ、ね、チャパンは
なんか降ってるんじゃないですか、もうこれ降ってるっぽいよね、どっかはね、降ってる、降ってるなぁ、まあ、すごいさ、結構きれい、那覇、でも全然那覇は曇ってただけだったな、うん、今日は静かだね、天気集中できなくて、ね、事務作業がきついんです、このなんか、ね、これとこれとカカカカが全然合わなくて、イライラってなんか頭がバランスが悪くなるなんだい、少量食べたくてコンビニ買った方がコスト的にいい、そう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 、そうです、確かに、じゃあそろそろ終わりです、はい、あと12分ですね、はい、じゃあいきます、はい、さて続いてはまあいろいろおいしいもののご紹介をしてみたいなと思ったので、そう、お取り寄せ情報っていうのを今回はちょっとやってみようかなと思っております。お取り寄せ、うん、お取り寄せ、ね、お取り寄せします、します、うん、なんか美味しいって思ったり美味しそうって思ったりとか、うんうん、テレビでちょっと見てちょっと衝動買いしたりすることもありますけれども、うんうん、最近のお取り寄せね、すごいですから ね本当にどんどん進化してますよ、お取り寄せのものは、うん、絶対その一昔前だったらもうなんていうのかな、もう輸送してる間にね、うん、もう崩れて形どこよみたいなの、すごいもうひどい状態のもあったんですけど、うん、今は本当に冷凍技術とかもすごい進化したので、うん、本当に形よく綺麗に運ばれてくることが、だってケーキも今お取り寄せできますからね、はい、もできます、冷凍状態で綺麗に出てきますし、味もね美味しいですよね、はい、全然もうなんていうのかな、そこにわざわざ行かなくてもちゃんと味わえるっていう、うん、本当に技術的な面でもね、はい、進化がしてきました、うん、で、まあ、お取り寄せ情報といいましてもですね、やっぱり私なのでやっぱり偏っておりますし、興味のあるものしか本当お取り寄せしないのでちょっと偏った情報になるかと思いますけれども、ご了承くださいね、はいで、まあ、今回はですね、やはり私ジャムやってますので、はい、いろいろやっぱりお勉強したいっていう意味も含めて、うん、ジャムのお取り寄せっていうのをよくやります、はい、うん、でそのお取り寄せジャムの方ね、ちょっといろいろご紹介してみたいなと思いますけれども、うん、まず最初はですね、鎌倉にあります、これ有名なお店というかオーナーさんもすごく有名な方なんですけれども、うん、ロミユニコンフィチュールって言いまして、コンフィチュールっていうのはフランス語でジャムっていう意味なんですけれども、このジャムと焼き菓子のお店がこの鎌倉にあります、はい、とっても可愛らしくてですね、シンプルなんですけれども、すごくセンスのいいお店なんですけれども、こちらのジャムとても美味しいです、おすすめします。でオーナーさんでありますその五十嵐ロミさんっていう方は本も出しておられる有名なパティシエさんです、うんうん、この五十嵐ロミさんの名前でジャムの本だったりですね、スコーンの本とかも出されておりますし、レシピすごく美味しいですよ。そうで、ジャムと合わせてそのスコーンってすごい絶妙なバランスですごい美味しいんですけれども、はい、でこの五十嵐さんのですねジャムはフルーツの組み合わせがすごく斬新でですね、はい、すごい参考になります、うんうんうん、3種類のフルーツをね混ぜこぜして作ったりとか、シンプルに1つのフルーツだけで作るのもあるんですけど、大概2種類とか3種類とか。例えばどんな組み合わせが斬新ですか？ねどうだろうね、リンゴとブルーベリーとかもあったし、うん、なんだろうね、リンゴとブルーベリー、そう、
柚子とリンゴっていうのもあの冬のジャムの一つでもありましたし、結構、ね、あなんか斬新ですね、うん、結構美味しいんですよね、うんうん、すごいなんかあのロミさんならではの五十嵐さんならではのアイデアがすごく、うん、あのギュッと凝縮されてるジャムなんですけれども、うんうん、美味しいですよ。で、この3、4年ぐらい前かな、この五十嵐ロミさん、沖縄に何度か講習でいらしてくださっていたことがありましてですね、私全部講習受けました。うん、もう生でその五十嵐さんに会えるっていうことと、やっぱりそのジャムっていうのの作り方っていうのもやっぱりね、見てみたかったので、うんうん、で、やっぱり最後は東京まで行きまして、ジャム教室行きましてですね、たくさん勉強しました、させていただきました。はい、もう大好きな方です、うん、ストーカーかっちゅう感じなんですけど、そう、東京まで行けばねすごいですよ。はい、とてもいいお勉強させていただきました、はい、で、この五十嵐ロミさんのジャムを定期的にお取り寄せするという、まあ、季節ごとのジャムが楽しめる定期便っていうのがありましてですね、うんうん、私はこちらを利用して毎回楽しみに待っています、うんうん、ちっちゃい小分けのサイズで5種類ぐらい入ってくるのがあるんで、それをいつもね取り寄せて、こんな組み合わせもあるんだなとか、こういう味わいになるんだなっていうのをいろいろ試したりしますよ、うん、すごい美味しいです。毎回楽しみにしております。で、もう一つのジャム屋さん、うん、はい、こちらも同じ神奈川県のお店なんですけれども、うんうん、名前がねすごい素敵なの、旅するコンフィチュールっていうお店いいですね。コンフィチュールってどういう意味ですか？ジャムっていう名前、意味で、うん、フランス語コンフィチュール、旅する、うん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 、ですね。こちらもおすすめのジャム屋さんです。うん、でこちらもやはりそんな添加物とかも使わないで、本当に自然の状態でフルーツの味を 大切にして作り上げているお店です、はい、でジャム瓶は小さいしシンプルなんですけれども、はあ、すごく可愛らしくって、うんうんうん、こちらもすごくおすすめのジャム屋さん、こちらも定期瓶あります、うん、あ、いいですね、うん、で、このオーナーさんがね自らその農家さんを回って、うん、収穫したりとかね仕入れしたり、その農家の方とね直接その交渉して仕入れとかして、季節のフルーツっていうのをすごく大事に、うん、ジャムにされている方です。はい、うん、私もそんな作り手になりたいなっていう中ですごい憧れるジャム屋さんでもあります、うんうん、何、自分果物全般的に好きなんですけれども、中でも柿の缶詰、あ、ないね、はい、なぜ柿の缶詰がないのでしょうか、ね、なぜでしょう、保存できないんじゃない、あれわかんないけど、私柿のジャムは作るけど、柿のジャム、うん、季節になったら柿ジャムもすごいよ。柿はなんか味がなさそううん、すごい美味しい、美味しいんですよ。柿って結構当たり外れあるじゃないですか、うんうん、甘いのと、そうですね、そうでもない、うんね、甘くないのはもう加工しちゃった方が早い、美味しい美味しい、ああ、さ、もう甘み加えて自分で、うん、そうそう美味しいです。ちょっと硬い柿もありますけどね、うん、なんで柿の缶詰ないのかな、でも柿の缶詰買うかな、どうだろう、あったら買います、なんかお弁当、缶詰ってほらお弁当のね、うん、そうですね、フルーツに持っていく、さくらんぼ、みかんとか、そうですね、柿ってなりますよねなりませんね、柿ね、どうなんだろう、できないんじゃないかな、はい、柿難しいのかもしれないですね。桃とかね、みかんとかはありますけどね、うん、これは加工業者さんに聞いた方が早いかもしれませんよ無理かも、もしかしたら柿って保存が効かないのかもしれないね、果物特有の何かがあるんですかね、うん、うん、だ、はい、そして、ブルガリさん、ギノワン待たせたな、来たぜ俺参上、はいはい、もう遅い遅い、もうすぐ終わりますありがとうございます、ありがとうございます。そしてまだあるんですよね、はい、おすすめのお店、はい、そうですね、あともう一軒がですね、長野県にあるセルフィーユさんって、はい、ちょっと大きいお店だと思うんですけど、うん、こちらジャムも美味しいんですけれどもね、なんだろうな、サラダとかに使えるようなそのディップソースみたいな種類たくさんあります、はい、例えばそのクラッカーとか
チーズとかにつけて食べるっていうような感覚のジャムじゃなくて、なんだろうな、おつまみみたいな感じのそういう瓶フードも結構いっぱいあります。うん、でジャム屋さんも全国やっぱりいろいろありまして、お取り寄せできるお店もいろいろあるので、まあ今言った3軒、お試しいただきたいなと思います。はい、はい、では、私からお知らせ2つほど、はい、来週の29日土曜日はですね、沖縄ガスにて親子お菓子教室を担当いたします。あ、はい、わかります、私これ、はい、洋梨のタルトをご紹介いたしますよ、うん、はい、まあ、すでにちょっと満席になっているようなんですけれども、うん、夏休み企画の楽しい親子のイベントになります。はい、うん、でまた翌日その30日の日曜日がですね、うん、工房販売やらせていただきます。はい、10時半から17時までの販売ですね。ジャムはもうほぼ夏仕様になりますので、夏ジャム、はい、また焼き菓子、生菓子なども登場します。ぜひ遊びにいらしてくださいね。30日は日曜日、そうなんです、なんで行きやすいですね、うん、日曜日ね、はい、ぜひぜひ遊びにいらしてくださいませ。はい、はい、夏休みになりました。暑いの毎日を本当に元気に過ごすために、またバテないように水分をしっかりとって、ご飯も食べて体力をつけて、ぜひぜひ体力、元気のある夏休みお過ごしくださいね。はい、で那覇市内ではですね、なぜかインフルエンザ流行っているみたいです。夏風邪はしつこいですから、風邪にもぜひぜひご用心してください。はい、はい、でまあ、うちの長男も実はね、つい最近肺炎になっちゃったんですよ。肺炎に、危ないですねもう大変だった、咳がもうひどくて熱も高くて、もうインフルエンザかって検査もしましたけれども、うん、インフルじゃなくて肺炎だった。よかった、危ないです、治ったんですか、うん、一応、うん、もう回復しまして、よかったですね。明日ね、ダンスの、そうですね、イベントもありますのでね、楽しみですね。もう楽しみにはしておりますけれどもね、はい、はい、ぜひぜひ本当に夏風邪、本当に気をつけてください。とってもしつこいですので、ご飯しっかり食べて、夏をお過ごしいただきたいなと思います。はい、はい、お時間来てしまいました。お相手はお菓子工房しのあん中大阪しのでした。また来週お会いしましょう。さよなら。メールとね、コメント多かった。多かったですね。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。なんか糖尿病でも食べられるお菓子ってありますか？糖尿病かな。